こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、でデートのお誘いをするときに、出会ったその時からね、絶対にやってほしいステップがあるんですね。でこのステップも、出会った時のからのステップですね、このステップを飛ばしてしまうと、うまくいくものもうまくいかなくなっちゃうんですよ。なので必ず出会った時からこのステップを踏んでください。ということで、今日は絶対に OK される誘い方5ステップというお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には、3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいているのと、 YouTube よりももっと詳しい話をさせていただいているので、よかったらお友達になってください。はい、では絶対に OK される誘い方5ステップ、まずステップ1、共感をするです。これ苦手な男性多いんですけれども、必ず共感してください。共感からしか生まれないです。女性は共感、共有、共通も大好きなので、そこにあなたが反発しようもんなら、もう敵とみなされて無理、嫌いってなられちゃうんですね。なので女性が言ってることを、そうだねっていうふうに共感してあげる。でそう思えない時は嘘つかなくていいです。そうなんだねって言ってください。あなたはそうなんだね、それでも共感みたいな風に相手は感じますので、必ず共感をすることで、共感が何がいいかっていうと、共感をしてくれる人に対して、人というのは心を開くんですね。一緒だって思うと、あ、この人にだったら共通点共感してくれるし、心を開いても大丈夫だという安心感を伝えることができるんですよ。なので共感をする、反発をしたらもう拒絶しかされないです。これしっかり覚えておいてください。でステップ2、イエスを取るです。イエスを取るというのはどういうことかというと、例えばですけど、そうだねっていう言葉を欲しいんですよ。そうだねとか、うんとか、そういう言葉を相手から引き出してほしいんですね。例えば当たり前にイエスなことってあるじゃないですか。今日は、暑かったねとか、これ美味しいねとか、うんっていうね、その誰もがイエス、そうだね、うんっていうようなことを相手に伝えるっていうことをやってください。できれば6回ぐらいやってほしいんですけど、で、なんでこのイエスを取るのがいいのかっていうと、人って一貫性の法則っていうのがあるんですね。要はイエスをずっと言ってると、この人は好意的な人だし、この人にイエスという言葉以外のことを言うのがちょっと違うなって思い出してくるんですよ。なので相手の誘いを OK しやすいために、布石としてイエスを乗せていくっていうことがめちゃくちゃ大事になってきます。はい、そしてステップ3、好きな食べ物を聞いておいてください。これはなぜかっていうと、お食事への誘いが一番デートしやすいし、相手もデートに来てくれやすいんですよね。なので好きな食べ物を聞いといたら、その食べ物関連の話で誘いやすいからっていうことです。なので必ず好きな食べ物を聞いといてください。食事しない人いないので、なのでその好きな食べ物を聞くと誘いやすい、相手も来やすいっていう流れをもうあった時点で聞いておいて、そのベースを作っておくっていうことがめちゃくちゃ大事です。なので必ず聞いてください。そしてステップ4、美味しいお店を探すと伝える。例えばイエスを取った後に好きな食べ物を聞きますよね、あったかいねとか、今日楽しかったねとか、そのいろんなシチュエーションあると思いますけど、そうやってうん、そうだねっていう言葉をたくさん聞き出した後に、あ、そういえばゆきちゃん好きな食べ物とかってある？っていうふうに聞きます。そう、好きな食べ物いっぱいあるけど、そうだな、中華エビとかが好きかな。あ、エビ好きなんだ。じゃあさ、今度さ、エビの美味しいお店探しておくよ。で、次ステップ5、今度一緒に行きませんかっていう感じの流れで誘うってことですね。なので結構3、4、5っていうのはパンパンパンっていう流れだと思うんですけど、でここでイエスを取っているから、一貫性の法則があるから、その流れで好きな食べ物
聞いて、そして美味しいお店探しておくから一緒に行きませんかって、この流れで誘うと嫌ですって言いにくいんですね、人間の脳っていうのは。でこれイエスずっと言っている人なのに嫌だっていう方が違和感っていう風に脳は感じるんですよ。なのでぜひこの流れ、ステップね、5つ、この流れがとっても大事なので、これを流せるようにできるように毎回ねしておくといいと思います。この流れだと本当ね、あのデートさ、あの断られにくいので、ぜひやってみてください。はい、ではおさらいしますね。絶対 OK される誘い方5ステップ、まず1つ目、共感をする。ステップ2、イエスを取る、できれば6回。そしてステップ3、好きな食べ物を聞き。ステップ4で美味しいお店を探しておくねって伝え、ステップ5で食事に行きませんかと誘う。この流れがめちゃくちゃ大事なので、ぜひやってみてください。はい、では今日のおしゃべりコーナー行きたいと思います。もし自分が中学生だったら何部に入りますか？何部に入りたい？帰宅部も OK ね、ぜひねコメント欄にアウトプットしてください。私なんだろう、もし今自分が中学生だったら何部入るかな。難しいね。あ、でも私バスケ部だったんですけど、今中学生だったらもう一回バスケ部でもいいかも。運動部がいいかな。ただなんか作ったりするも好きなので、なんかそういう美術系の部活も楽しそうだなって思いますけど、私は運動部に入ります。皆さんもね、ぜひコメント欄にアウトプットしていただければ嬉しいです。はい、ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスの友達を募集してます。たまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、 YouTube よりももっと詳しい話をさせていただいているので、よかったらお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。